左ピッチャーって対左バッターなんか抑えて当然みたいな思われがちな部分あるじゃないですか。僕正直左バッター苦手なんですよ。僕やっぱスライダーが苦手なので、スライダー苦手なので、うん、どっちかというと落ちる球がメインで、右バッターの方がどっちかというと得意で、うん、左だとやっぱ逃げる球がないと抑えづらいというか、だからどうしても対戦はそんなに、どっちかというと右の方が対戦は良かったんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱ左ピッチャーだから左バッター抑えるっていう、そういうところも時代は変わってきて、うん、むしろ右の方が抑える左ピッチャーも結構いると思います。ピッチャーからすると左対左の方がなんかね、ワンポイントでも起用されたりするから抑えなきゃならないのかなっていう意識が強くなってしまうのかなっていうふうに思ったりするんですけど、ああ、よくまあ清子さんとか中澤さんとかそういう話してて、うん、結構プレッシャーあるよなっていう話はよく右対右のワンポイントってあんまりないんで。村中投手がそのスワローズ時代、はい、この左バッター嫌だったっていうのは誰ですか？まあやっぱ小笠原さんですかね。自分がイメージした球を投げて抑えれるっていうのはまあいいなと思うんですけど、自分がイメージした球を投げてホームランとか打たれるともうどうすればいいんだろうっていう、もう何投げればいいか分かんないみたいなのは、なんか結構何張ってんだろうってなんとなく予想できるんですけど、小笠原さんの時は何を待ってるのか全く分からなかったんで、普通に追い込んでもパーンって打たれたりするんで、すごい嫌でした、ね、得意な右バッター。得意なんですか？得意ではないです。得意とかは分かんないんですけど、まあ、去年のなんかツイッターでなんかつぶやかれてたんですけど、はいはい、なんか坂本隼人選手、なんか三振とか通算打率が僕との対戦がすごい低かったんで、それはなんか最近、まあ本当にヤクルトを辞めてから知ったんで、そうだったんだと思って。